吉見町は埼玉県の中部に位置し、引き郡に属する町。人口は約2万人。町域の大部分は荒川流域の荒川低地に属し田園地帯となっている。町の中央部西側は東松山市との境にある松山城跡と最高地点に引き丘陵から連なる吉見丘陵が広がっている。故障が多いほか、近年では 長谷工業団地を中心とした工場や小規模な住宅団地が多く立地している。吉見丘陵は県立引き丘陵自然公園の一部に指定されている。三の高知遺跡は明波に若元群いずれの合併に関しても成立には至らず、当面は単独での調整運営となる。幼稚園、保育園県の施設埼玉県衛生研究所その他の施設埼玉中部環境センター。 消防警察市外局番は、町内全域が0493。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、埼玉吉見局、かと山局。市内局番は54、または53が割り当てられている。ちなみに1984年まで、引き軍内で唯一市内局番が一桁だった。詳しくは、 通信網の整備遅れについてを参照。郵便番号は、町内全域が355から 01XX である。町内に鉄道路線は通っていない。最寄りは JR 東日本高崎線河野須駅、あるいは東武鉄道東武東上線東松山駅など。吉見町巡回バスは2019年3月末までに順次廃止され、 デマンド交通に転換した町内に事業者一社、吉見タクシーがある。営業区域は県南西部交通圏で川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアになっている。国道町内に国道は通っていない。県道その他主要道路吉見百結域サワリーン、横穴古墳群、吉見百結があることで知られる。 また、県内有数のいちごの産地であり、道の駅いちごの里吉見が運営されている。高速大容量通信回線網が遅れ、東京から約 50km 圏内、住宅地として著しい人口増加を遂げたにも、かかわらず、ISDN 回線の使用もままならない時代が続いた。ありがとうございます。